先月28日に死去した世界的音楽家、坂本龍一さん、享年71、の訃報から一夜明けた3日、縁の人たちから悼む声が数多く寄せられた。映画、戦場のメリークリスマス、で共演したビートたけし、76、は、2013年の大島渚監督、享年80、16年の A 歌手、デビッド・ボーイさん、享年69、に続く永遠の別れに、仲間がみんないなくなってしまい、俺だけになってしまいました、と寂しい胸の内を吐露。音楽仲間の大貫妙子、69、は、安らかで綺麗なお顔でした、と亡骸と対面した様子を明かした。たけしが1983年公開の名作で、一緒に世界を沸かせた名優を公式サイトで追悼した。坂本さんが闘病しながら精力的に活動していたことをレギュラーだった TBS 系、情報セブンデイズニュースキャスター、などで報じてきただけに、ただただショックで残念で仕方がなく言葉もありません、と声を振り絞るように綴った。41年前、大島監督のキャスティングによって、漫才ブームから飛び出した天才芸人とテクノポップで世界を席巻した新進音楽家というジャンルの違う旬な二人が初対面。グラムロックの機手、ボーイを含めて、南太平洋に浮かぶロケ地のラロトンガ島で3ヶ月同じ釜の飯を食べた中だ。その後、親交は続くも、世界で活躍する音楽家と映画監督として互いに多忙を極め、約束はあったが作品での共演は実現しなかった。たけしは、戦場のメリークリスマスの大島渚監督が亡くなってデビッド・ボーイが亡くなって、坂本龍一さんが亡くなって仲間がみんないなくなってしまい、戦場のメリークリスマスは俺だけになってしまいました、とも綴り、大きな喪失感を感じずにはいられなかったようだ。大貫はツイッターで、珠玉の作品を、私たちに残してくれました。何より、気骨ある人でした、と忍び、荼毘に付される前日に最後の対面を果たせたと告白。肉体に宿ったすべての苦しみから解き放たれ本当に安らかで綺麗なお顔でした。家族に見守られ安心して旅立ったことと思います、ありがとう坂本さん、と感謝した。坂本さんとは若い頃から交流があり、10年には2人のコラボアルバム、歌う、を発売。坂本さんが20年にわたりナビゲーターを務めた J-WAVE、レディオ坂本、の最終回、3月5日放送、を代演している。